寿司日本語。リンさんの奥さんの料理は冗談抜きで美味しかった。映画でも見に行かない？映画？ごめん、今忙しくて映画どころじゃないんだ。彼女はこの会社に入ったばかりだが、どんな仕事に対しても一生懸命だ。何を始めるにしても、まず資金。金がないことには始まらない。天才でもない限り、一日でマスターなんてできっこない。会議中だったが、社長の話が面白くて、みんな笑わないではいられなかった。